麗しき夢の世界宝塚歌劇。その愛と感動の舞台は来年100周年を迎えようとしている。輝かしい歴史の中で数々の大スターを輩出、ベルサイユのバラ、風と共に去りぬなど名作を次々と生み出し愛され続ける宝塚歌劇。今回番組では今をときめく人気宝ジェンヌが宝塚歌劇を100倍楽しむ方法をご紹介。そしてトップスターの魅力満載、あの北川景子が憧れの宝ジェンヌとスペシャル対談。さらには話題沸騰公演間近、花組の新作戦国バサラ、前売り券完売の中まだ間に合う、番組特別プレミアチケット情報もお届けします。宝塚歌劇100年の愛。今回宝塚を100倍楽しんでもらうのは宝塚歌劇を愛してやまないこの方。はい、宝塚にとうとうやってまいりました。私宝塚が本当に大好きなんですね。何百回と見てますし、 CS でも毎日見てますし、今日もこの前に CS を見て気分を盛り上げてまいりました。という西川先生にこの後もっと興奮する嬉しい出来事が。わあ、誰に会えるんだろう。あ、どう考えてもあの方ですよね。ちょっとかっこよすぎませんか。どうもこんにちは。こんにちは、ようこそ。お待ちしておりました。すごい嬉しい。素敵な笑顔で出迎えてくれたのは今をときめく男役スター、アスミリオさん。なんと今回はアスミさん自ら宝塚を見るならぜひここにも立ち寄ってほしいという場所を案内してくれるんです。まず一つ目のお楽しみポイントがこちら。これが有名な、はい、花の道です。これ CS でよく見てます。最後出るんですよね、ここがね。そうなんですよね。阪急宝塚駅から大劇場を結ぶ花の道、劇場に向かうならぜひここを歩いてほしいというおすすめルート。その名の通り色とりどりの花が咲き誇る美しい小道は夢の世界へと誘う特別な道なんです。ここちょっと高くなってるんですけど、はい、普通の道路より、ええ、だからこうお客様が歩かれるところっていう意識があって、ええ、音楽学校の頃からあまり生徒はここは歩いちゃいけない、はい、そうですね、歩かないように。どこ歩いてるんですか。横の道とかを、ここお客様の道なんだ、はい、だからちょっと今はちょっとお邪魔してる感じなんですけど。だから端っこ歩いてるんですか。ありがたい花の道を進むと階段が。ここも押さえておきたいポイント。ここを登っていくと、ええ、大劇場がバーンと。すごいすごい、はい、そこは宝塚大劇場を一望するベストビュースポット。これが見えるともう、ええ、テンションがマックスに上がりましたね。私も、私初めて来た時なんか宝塚病院とか、なんか駅名が宝塚っていうだけでもうすごくアドレナリンがすごい出てます、ね、そんな時代があったんですね。はい、階段を降りると夢の扉はもう目の前。やだ、宝塚大劇場の前にいる。どうしよう。すごい先生が気にしてらっしゃる、ね、キャー。はい、こんな感じです。で、本当はこう、ね、ここ行ったらもうすぐ入れちゃうんですけども、今日はちょっとご紹介したいものがあちらに見えますのが、はい、宝塚の父と言われてる小林一三先生の銅像があるんですね。およそ100年前、阪急電鉄の生みの親小林一三さんが温泉街の新たなエンターテインメントとして誕生させたのが宝塚歌劇。この先生のおかげで、はい、でもう100周年を迎えようとしているわけです。100年ってすごいですよね。なんか今まで先輩たちが築かれてきたものを大事にしなきゃって、
ちなみに記念すべき第1回公演は桃太郎のお話どんぶらこ。そしてこの花の道にはもう一つ見ておきたいモニュメントがあるそうです。あちらに見えますのが、うわもしや、はい、ベルサイユのバラのオスカル様とアンドレ様の、すごい、はい、銅像です。くすみさんもやられた、はい、やってましたね。すごいですね。ちょっと横に立っちゃったりして そこにあるのはファンなら思わず見とれてしまうあの名作のモニュメント。あ神よ、何故に大きい異国に生を受けし我ら三人をこのフランスの地に結び合わせたもったのか。宝塚歌劇の代名詞といえる名作ベルサイユのバラ。18世紀のフランスを舞台にしたこの作品は社会現象と言われるまでの絶大な人気を博し、日本演劇史上空前のブームを巻き起こしました。初演は1974年、その後も時代を超えて愛され続け、通算観客動員数はなんと450万人を超えています。どうして僕のと宝塚を100倍楽しむ方法。ここからはいよいよ宝塚大劇場の中にあるお楽しみポイントへ。はい、ではでは、プチミュージアムに。あ、すごいでしょ。素敵感じで、実際使われているものをそのまま展示して、めちゃめちゃ細かいですね。こちらは宝塚の舞台を彩る華麗な衣装や小道具など、実際に公演で使用されたものが展示されている見応えたっぷりのプチミュージアム。あ、これは、はい、西川先生の目に留まったのは小道具のドーナツ。こんな小さなものまでしっかりと細部まで作られていることに感激の様子。宝塚、うん、いろんな年代の、うん、またいろんな国の作品があるんですけども、うん、そのたんびに、うん、もうすごく細かくワインのラベルとか、うん、あとは日本のものだったら巻物の掃除体とか、そういうものにもすごいこだわって、うん、つい見ちゃいますもんね、うん、そういうところ、うん、やっぱお客様はオペラグラスでご覧になる方多いじゃないですか、うん、そういうのすごい丁寧に、うん、こんな細かいんですね。華やかな夢の舞台を支えているのは小道具、大道具や衣装などおよそ130人のスタッフ。その作業は実に精密。宝塚ならではの臨場感あふれる舞台は彼らの力があってこそ。ぜひプチミュージアムでスタッフの技術の高さと情熱を感じてください。すごい、宝塚といえばですよね。うわーすごい。そして何といっても宝塚の豪華絢爛な世界を生み出しているのがきらびやかな衣装。うわー素敵。やっぱりすごいですね。ここで見てこれだけキラキラなので、舞台行ってライト当たるとあのバーっていう感じに。重くないんですか？重いです。重いですか？ただ背負ってるだけの時は、うん、そこまで大丈夫なんですけれども、うん、こう歩くとこう風圧でこう、うん、重たく感じますね。いやだってあの男役さんが後ろに長いやつをグワッてやって、はい、うわってやるでしょ、はい、あれがかっこいいですね、はい、かっこいいですよね、うん、でももうあれは結構かっこいい重さでしょうね、うん、こちらがそのフィナーレの場面。羽の重さも微塵に感じさせず、颯爽とお客様に感謝の気持ちを表します。そしてこのシーンが大好きな西川先生は早速プチミュージアムでスター気分に浸ります。はい、こう上手のお客様に下手のお客様に
皆様本日ありがとうございましたっていう気持ちでやっております。幸せです。すごい綺麗ですね。やっぱりこれでサンチャポ出たいわ。羽がついてたり、しっかり衣装に見せられた西川先生。すると、なんと劇場には、はい、実際衣装が着られるところがあるんですよ。本当ですか。はい、その感激スポットがこちら、ステージスタジオ。名作の中から選び抜かれたおよそ35点の衣装から好きなものを選び、その後メイクもしてくれて、憧れの華麗なる姿に変身できる夢の世界の夢の場所。ちょっとどれがいいと思います。娘役がよろしいですか。娘役がいいですね。では人気はやはりマリー・アントワネット。あ、ですよね。これスカーレット、うん、そうです。これも素敵ですね。これ何ですか、うん、スカーレット。スカーレット、スカーレットかな、うん、マリー・アントワネットかな。果たして西川先生が選んだ衣装とは。先生、はい、どうでしょう、大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、うわすごい。いかがでしょうか。娘役さん、はい、これにしてよかったです。鼻も背負えて、頭もつけられて、いやすごい嬉しい。いい思い出になりました。ありがとうございます。ブラボー。衣装に着替えたら、宝塚の舞台をイメージした背景で記念撮影。ここで写真を撮ったら、もう気分は華やかなステージに立つトップスター。あ、大階段の前になってるんだ、うんうん、あら、なりたかったわ。入れなかったでしょうけどね。さらに写真は憧れのタカラジェンヌとのツーショットや携帯ストラップにもできます。宝塚の素敵な思い出になること間違いなし。皆さん、今回の情報ぜひご参考ください。